はい、どうもこんにちは。私は着物系 YouTuber なおちゃんと言います。はい、今ね、時としましてはね、2022年4月の21日0時43分ですね。とあるね、生き物をね、捕まえていきたいと思います。それと、いくつかね、ちょっとね、ヘッドライトがあるんですけども、新しくちょっと購入したものもあるんでね、ちょっと使い勝手を身がてらね、はい、生き物観察ね、生き物採集ちょっとしていきたいと思います。到着しました。ちょっと先にライト試してみたいんですよね。ライト、やっぱりちょっと夜のね、採集とか観察にはね、ライトは必須なんですよ。ヘッドライトなんですけども、これブラックダイヤモンドっていうメーカーで使ったんですよ。これね、これちょっとね、つけてみたいと思いますね。ちょっとやってみよう。そこそこ明るいですよね。これはね、これは単4の電池3本でね、使えるタイプなんですよ。あとはこれ電池2本のやつですね。電池2本のタイプですね、単4。ちょっとやってみましょうか。そんなに明るくはないけども、使えなくはないな。予備として持っててもいいぐらいかな。センサーのやつを私使ってるんですよ。センサー付きのやつ、これなんですけどもね、 LED ヘッドライトか、ブランドもんじゃなかったと思うんだけど、これね、結構センサーなんで便利なんですよ。このセンサータイプはこう一回押すんですよね。そうすると、つくじゃないですか、こうやってね。センサー付きのやつはね、こうやって手でかざして、こうやってやれば、かざして、消えて、またかざしてつけてっていうね。結構これ便利は便利なんですよね、このタイプ。とりあえずね、ヘッドライトの明るさ確認できたんでね、ちょっと生き物採集観察行っていきたいと思います。で、一時はね、結構あったかかったんですけどね、ちょっと今日肌寒いな。今日のお目当てじゃいるかな。あ、いた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 、いましたね。今日のお目当てはあの子なんだけどな。上に行っちゃった。あ、いましたね。あ、しかも2匹もいるな。でもちょっと1匹大きいかな。とりあえずちっちゃい方、この子だな。とりあえずこの子、次にこの子もちょっとゲットしちゃおう。私がね、ちょっと手に入れたかったのは、この上のね、ちっちゃいね、赤ちゃんヤモリなんですね。ちょっと下の子はね、結構大きいんですけどもね、噛んでますけどね、ほら、ぐわーって噛んでますけどね、ね、宝谷についてますけども、こんな感じで、ほら、これ宝谷っていうんですけどね、付着してね、吸うんですよ、体液を。野外のね、ヤモリには大抵このね、宝谷っていうのがついてるらしいんですよね。とりあえず赤ちゃんヤモリにもね、宝谷が寄生してないかちょっとチェックですね。こっちのやつ思いっきり宝谷やん、これ。お持ち帰りする子にはね、私ちゃんと取っていきますんで、ほらね、この赤ちゃんヤモリの手にね、この宝谷ですよ。宝谷がね、ちっちゃいんですけど、いかにね、このね、赤ちゃんヤモリの手がちっちゃいかというのが分かりますね。まず第一目標はね、達成したんでね、あと他の生き物いるかどうかちょっと見ていきたいと思います。クワガタがいたらそれはそれでまたいいんですけどもね。思いっきりいましたね。オオスズメバチいましたよ、思いっきり。全然動くそぶりないんでね、もうめんどくさいんでね、もう円柱から捕まえましょう。よいしょ、この早いわ。よし、はい、ゲットしました。結構寒いから動きね、緩慢ですね。樹液やっぱり相変わらずね、出てますけども、クワガタはいないですな。うお、この木なんてめちゃめちゃ樹液出てますね。だんだん暖かくなってくればね、いろんな生き物出てくるんでね、めちゃくちゃ楽しくなると思うんですよ。私ね、ヘッドライトね、ちょっといろいろとやったじゃないですか。点検チェックしてみたじゃないですか。実は今年の夏ね、いよいよね、ちょっと遠征しようと思ってるんですよ。しかもね、真夏ですね。真夏のね、夜にね、1時間ぐらいかかるんですけども、遠征しようと思ってます。その場所はね、結構本当山深いんですよ。本当山深くてね、川とかも結構ね、流れてるとこなんでね、鹿とかね、イノシシとか、そんなのも出てくると思うんですよね。そこにね、私ね、一人で行くつもりなんですよ。なのでね、もう誰の助けもないんですよね。本当何かに襲われてもね、何の助けもないんですよ。だからね、ちょっとね、ちゃんと準備してね、それ臨もうかと思ってるとこなんですよ。クワガタぐらいいるかな。寒いからいねえかな。いないな。ちょっと大きめのヤモリがいますね。あれ捕まえようとしたらすぐ下の溝に入っちゃうだろうな。捕まえられましたね。ベタッと怒ってきましたね。結構大きいですね、この子。すんごいくちゃけてますよ、ほら。これすごいでしょ、この絵かけが。宝谷についてますね、いっぱい。結構つくもんですね。
すげえいっぱいついてるんだから、まあ、この宝田にはね人には寄生しませんけどね。まあちょっと次のノルマもね、大ムカデちゃんがいないんでね、まあとりあえず赤ちゃんヤモリちゃんだけね、ちょっと今回ねゲットしてね、まあ借りたいと思います。まあちゃんと繁殖してこないと困るんでね、これぐらいありますから結構大きいですよね。私の親しい日もこれぐらいありましたもんね。帰ってきました。で今回のね、まあ、収穫はね、まあ、こちらですね。赤ちゃんヤモリですね。赤ちゃんヤモリとオオスズメバチですね。オオスズメバチめちゃめちゃでかいですね。これ女王バチかな。下にあの昆虫ゼリーもねちょっと置いといてあげたんでね、この子は少しねちょっとね体温めてね栄養取らせてあげたいと思いますね。はい、この子ね赤ちゃんヤモリですね。ほら可愛いですよね。まあ、なんでねこう捕まえてきたかといったらね、このちっちゃいうちからね手なずければね懐くんじゃないかと思うんですよ。慣らしておけばねだいぶ違うんじゃないかと思うんですよこの子。そうなのでねちょっとねちっちゃいうちからね飼ってみようと思いました。まあちっちゃいヤツハシさんですね。ちっちゃいヤツハシさんって呼ぼうと思いますね。ちっちゃいヤツハシさんですね。まあ、大きくなっちゃったらもうねちっちゃいヤツハシじゃなくなっちゃうんですけどもね、まあちっちゃいヤツハシさんって呼ぼうと思うんですよ。でちっちゃいヤツハシさん、ここにね帰ってきたヤツハシさんがね入ってるんですね。このグリーンのケージは帰ってきたヤツハシさんが入ってるんですよ。でね、この子と一緒にねちょっとね同居させてみようと思います。帰ってきたヤツハシさんは比較的ねおとなしいんですよ。だいぶ成長したヤモリなんでね、だからこの子と一緒にね入れてあげたいと思います。で外もちょっと寒かったですしね、これからちょっと雨風強くなったりもすると思うんですよね。ちょっと私は守ってあげようと思います。この子はね、じゃあ私に慣れてくれると嬉しいんですけどね、まあ、これぐらいのサイズだとこうやってやってもまあ噛みつかないですね。威嚇もそんなにまだしないですね。そのうちするんでしょうかね、反抗期が来るんでしょうか。まあ、とりあえずそんなとこですね。はい、また次の動画でねお会いしましょう。バイバイ。